俺がキツネだ、おら頭大丈夫あれ夏は一対一だ、こらうっぱいちゃばくしゃ、あ、俺人間か、こんな時ぐらい騎士がいて、チンゲは嫌だ、チンゲは嫌だ、ダナメなぁ、君はチンゲでバズポンチョが馬屋から出てきたんだけどあいつは馬だった、馬ってきたかもしれない、ってかそこにスポーンあんの、上空いてんのか、ここ、ここが我が家な、あ、すごい、ここ、そっか、1マスだけ空いてる場所から出たの、すごいな馬屋ってそこ、馬屋がかすごいね、ここが我が家なんだよ俺の寝てけ、奈良の上で寝てけ、楽しい家やなお前、モッフモフやぞ、モッフモフやぞ、チックチクするやろ、やんね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 、ほいだなーに、市民つまんね、ほうつまんね、つまんねって、市民のことにやる、あ、お気づいてなかった、嘘だな結構ガチ、結構今のガチやった、他にガチってなんだよ、俺占い師、結構ガチってなんだよ、占い師リアルガチみたいな言い方しないでよどっちだよ、結構がつくとガチさがなくなるだろう、ちょっと薄れるよなちょっとガチじゃないじゃんみたいなそうか、ガチじゃないから結構ガチなのか、そうだからガチじゃないんだよ、ちょっと嘘ついてみたいなことだから、いや、今日はね、本当にね、キスになる。本当にガチ出てくる。孫やってねえ、こら、お前。ちょっと、龍炎とキス仕掛けたわ、あぶねえ。やめろよ、お前。うわ、キモ。気持ち悪いな、本当に。今回僕、占いです。占い師。え、かぶってる。かぶってるじゃん、お前ら。え、龍炎今、かぶってたやつら、確か正面衝突してたんじゃなかったか、今。お前、映った。もしかして、俺の占い師。え、さ。え受殺した。あれ、やっちゃったもん、お前。やっちゃった、え、何がポンチョ、いや、いるよ、元気だよ、え、別に久しぶり聞こうぜ、とりあえず、あ、ごめん、ちょっと後ろがついてきてたからちょっとびっくりしちゃった、部長今かぶってなかった、ちょっと龍炎が占い、いや、俺まだ言ってないよ、俺まだ言ってないよ、ポンチョ、ポンチョ何言ってない、ポンチョ占いってもんかった、いや、ポンチョじゃない、これ、これ、霊媒師、霊媒師です、霊媒師、あ、いないっすよ、俺が使用術師なんですよ、俺が、あやかしたわというね、夢を見たのさ、おー夢をしたい、何なんだじゃあごめん、一つだけ、一つだけ寄せて、はいはいはい、僕、人狼、人何なんだ、あいつ、残念ながら、ポンチョ人狼は本当だ、マジかよ、マジまだキツネがいる、QED、OK、で、占いが怪しくなるよな、単純に龍炎が怪しくなるよ、なんで、まあ、キツネっぽさも、いや、俺と龍炎が占い被ってんだよ、今、そうだね、いやいや、そういうの良くないでしょ、それが信用できるか分からんけどな、夏は俺騎士、騎士か、夏人狼だから、夏人狼だから、夏人狼、何あいつ言ってんの、え、この2人あいつ何言ってんの、じゃあ騎士握手でしかないぞ、何やってんの、いや俺多分1人じゃないと思うんだけどな、誰か撃ってきた、誰か撃ってきた、ポンチョが寸々に落ちてきた、え、あ、見えますね、あ、ポンチョがあっち行ったな、ん、 どっち行ったの、ちょっと待って、俺、姿見え、映ってねえの、誰か撃ってきてるの、向こうから、なんか俺も今矢撃った音聞こえたけど、俺は今ゴリラとやり合ったんだけど、え、ちょっと透明、え、透明火薬なんてないよ、え、前の今もしかしてさ、柱の中にいた、
柱の下にいる。下に。ああ、多分俺が外側で撃った音だから気にしないでいいよ、それは。いや、でも矢が飛んできてんのよ。それは気にした方がいいわ。矢が飛んできてる。あれ、え、ちょっと待って、俺、張っちゃうんだよ。うん。姿見えてるはずなんだけど。おお、おい、誰が透明火薬のチートをしているやつがいるだろう。わっと、これはシーズン2だぞ。おい、シーズン1に取り残されてきてるやつがいるな。霊媒使う？霊媒使う？いや、竜炎はやめろ。竜炎やめろ。マジやめろ。いや、多分、俺は、後ろが本物臭いから、多分、竜炎ここに復活したら俺は殺されるだけだな。なるほどね。で、竜炎が死んで、あれ、ネクロマンスいねえんだよな。ゴリラなんだっけ？市民つったっけ？市民なんだよね。市民ゼロっていう可能性一応あるんだよ。本当だ。一応あるけど。あべ。市民かぶってないからな。いや、後ろの人狼なのにそんなこと言われる。あ、そうだよなぁ。ヤウって誰だ？僕なんだっけ。いや、ポンちょっとね、やり合ってた。誰でも怖えよ、ここ。今、死にかけたぞ、俺。え、そう。流れ方で死にかけたわ。なんでなんでなんで、お前どこにいんの、今。え？あれ、あつさ。あつ一緒に。え、どうなってんだ、これ。わかんなくなってきた。え、結局、竜炎と、夏は、勝って、じゃあ、後ろか。ごめん、一応バグじゃないことを報告すると死んでる。あ、はい。え？なんで？多分、だから殺される瞬間に落ちたとかそういうやつなんじゃないか。ああ、そういう落ちっすか。誰がやったんだ？ポンチョ撃ってきた。はい。ポンチョは人狼なんだよな。もう人狼しかいねえのか、これは。頼むよ。お一人様か、お前。もしかして。そんなことはない。なるほど。それでは違う。で、そんな情報与えてよかったのか、お前。お一人様です。どっちだよ。情報出してけ。情報出してけ。ばっちゃんか。よっしゃよっしゃやった。なんでやったんか。わからなかったな、普通。もう。俺竜炎やれたのは割とでかかったな、俺の中で。やってった。あ、倒したんだ、普通に。あ、俺がやった、なんか。あ、明らか。え？確かにね。それはそうだったよな。言うて、よ、3、3、2対、あ？じゃあ3対2やったんか。夏は誰にやられたの？そうだ、ね、見えなかった。お、俺。あ、ナイス。撃った後に確かに落ちたから、もしかしたら直前でフリーズ化してたかもわからん。なるほど、ね、どうなんだろう。今のはちょっと見てなかった。